パオロ・ウチェロによるダ・トーディの肖像をヤコ・ポーネ・ダ・トーディは、イタリアの宗教詩人。ウンブリア地方の町トーディの古い家柄に生まれ、ボローニャ大学で法学を治めた後、トーディで交渉人となっていたらしい。言い伝えによると1266年頃の妻の事故死をきっかけにして、要捨て、ディシプリナーティと呼ばれる、宗教団体に入り苦行に熱中する。約10年後に、 フランシスコ会の正規の修道士となるが、間もなく、精神派と呼ばれる会の過激派に属し、政治運動に身を捧げる。教皇家レスティヌス5世とボニファティウス8世を封死した、シサチロのために1298年には破門され、教皇が亡くなる1303年まで投獄されている。遠出に近いコナッツをーネで余生を過ごし、その地で没する。 修道士としての務めの傍ら助長詩を作り、多くの成果を残し、そのうち、ラテン語による、悲しみの聖母スターバトメターは特に有名である。ヤコポーネの100編を超える、参加、ラウデーは、19世紀には神への愛に酔う狂気の詩人というロマン主義的な解釈で描かれることが多かった。20世紀に入ると、より客観的な立場から見直され、 ダンテ以前の優れた神秘詩人としての像が定着する。イタリアの評論家でサンクティスは芸術性を問題とせず、庶民の話し方を好んで真似るその作風を高く評価し、純粋で素朴な民衆の指針を表したものと考える。ヤコポーネの傑作、スターバト・マーテルは聖火の詩としてアベマリス・ステラやサルベ・レジーナと並ぶ地位を確立している。スカーツコ、 スカーツコ全集第6巻、河出文庫、2011年、P46。スカーツコ、スカーツコ全集第6巻、河出文庫、2011年、P47。スカーツコ、スカーツコ全集第6巻、河出文庫、2011年、P48。デサンクティス、イタリア文学史、上限大視聴者、1970年、P76。ありがとうございます。